こんにちは、沖町議員の馬です、えー、っと先月11月ですね、えー、視察に2箇所ほど行ってます。えー、文教構成常任委員会といって、まあ、6人で、えー、行ってきたんですけど、これ、まあ、視察ですね。で、大体年に1回ぐらい、まあ、コロナの時とかほとんど行ってなかったんですけど、まあ、あのコロナ明けになって、えー、ぼちぼち、まあ、年に1回、これはもともと予算があるので、まああのー その委員会のメンバーでですね、話し合って、まあ、町の現状、まあ、まあ、しているも課,題の課題を解決するための視察ということで行くことが多いですね。で、今回あの行ったのが2か所なんですけど、2日間にわたって、1日目があの宮崎県にある都の城市というところで、まあ、そこもですね、 まあ温泉施設をお、まあ、自治体が持っててもともと4か所お自治体が1か所ずつ持ってたのが、あのーまあ、平成の大合併の時にこう市町村合併してですねで4つもいるのかという話、まあ、結構ストーリーの長い範囲でいろいろ話し合いを多分されてきた中で、まあ、あの25年う うちの町と一緒ですねだから日本の結構いろんなところで多分この時期国が多分そのこういう温泉施設健康のためにということで <coughs>、まあ、補助金を国の方から出してくれたので多分日本で同じようなタイミングでこの時期にいっぱいできてると思うんですね。でうちのの町も同じですしその宮崎の 都の城市のまあ4つのもともとの市町村も、その全く同じような状況で、国がお金出してくれるんだったらということで、建てたんだと思うんですね。で、まあ、今、どこも大体25年ぐらい経ってきて、まあ、いろんなところ、痛み、大、ま、体、あ、雨漏れとかが多いと思うんですけどね、そういう修理にすごい莫大なお金がかかりますよね。だったら続けるのか。 直すすすのののかかか回収するる民間に委託するのか大体この3つの3択で、まあ、うちの町もね大木町もねここ23年よくその議論はしてるけど結局、ねえー、決断することなくだらだらと来てるのがうちの町の現状ですで都の城市さんの場合は、えーまあ、コロナでね多分収益がかなり 悪化したのもあり、割と早く手を打って、まあ、民間委託という形で、舵、えー、を取って、まあ、現状、今年の5月ぐらいからかな、民間に4つの施設、全てですべて譲渡をしている感じです、ね。建物をただであげますよ、運営してくださいという,いうような形で、譲渡がすべて決まって、ですね、まあ、今、運営しているので、その現状視察をしてきました。 で実際行ったところは、ですねこのラスパー高崎という結構山合いのところにある大きな運動施設、運動場とかあ、まあ、ゴルフパッドとか、なんか星を見れる丘みたいな、ね、ところがあって、その総合施設の中の一角にある温泉とお温水プールですね。こののつつが1つの 温泉と温水プールが1つまとめで、これがプールですね、これが温泉施設を民間の、まあ電気、もともと電気工事かなんかをやってる会社に、えー、譲渡をしています。<laughs> であ、もともとそんなにね、あのーまあ、赤字経営だった。 のがまあ、実際どうなったのかというと、まあ、今のところはですね、主な要因としては、まあ、電気をすべて LED に、まあ、電気工事会社なので LED にすべて変えて、なんかもともと3つ大きな電力ポンプがあったみたいなんですよね。地下からこう温泉を汲み上げるポンプと、そこの、それを汲み上げたのをタンクに。 貯蔵しといて、そのタンクからまたそのあの、プールの方に送る動力ポンプであったり、温泉の方に流すポンプ、だから3つあったのを、まあ、プールは今使ってないのであれですけどその、設置場所、下から上げた温泉をちょっと高いところにタンクを移動させて、そこに。 貯蔵したのを上から下に流すという形にしたので電動ポップを今のところ一、まあ、つしか使ってないしかもお今までは24時間ずっと使ってたのをタイマーをつけてですね、えー、使用頻度が高い時はオン、うん、使わない時間帯はですね、えー、オフにするというのをきちんと、まあ、オートマティックにやらせることによって電気代が何だったら かなり3分,の3分の1ぐらいになったんじゃないかったと思います、確か。ぐらいに下げることによって、黒字化を達成しているということなんですね、えーで。黒字化を達成したので、温泉の料金もちょっと安く、100円ぐらい安くして、まあ、周辺の、まあ、民間の、ね、温泉施設とかもあるので。 えーまあ、価格も下げることによって集客も伸ばしてるみたいな話だったんですけどまあ見た感じですね多分これは私のあくまでの感想ですけど温泉は多分ほとんどトントンでですがここの、まあ、ラッキーなところはその大きい運動場とかサッカーとかができるところがあるのでいろんなそのまあ 学校のその対抗時代なんかをそこにやってたりしてでそこにし、えー、その時泊まるのが必要じゃないですかでそういう時にその宿泊施設をもともと持ってたのでその温泉室の奥の方にでそこが結構稼働してるの分が利益なんだろうなと、まあ、私は勝手に一人で分析をしましたしそうですね結構値段設定が一人うん な5000円前後だったんですよねだから結構その単純な和室にもかかわらず結構の料金を取ってるので、まあ、ここが多分すごくドル箱なんだろうなと思って見てました、はい、でもその元々のそのここの施設の問題点は老朽化によって大型修繕をしないといけない費用を 今後、回収できる見込みがないので、譲渡したっていう経緯があるので、まあ、結局、その、ここの会社は大型の回収なんか、建物自体は全くやってないし、やる計画も特にないんですね。だから、多分その、もう本当に使えるギリギリまで、えー、使って、特に補修をするまでもなく、で、まあ、利益が、まあ、そんなに大きい利益じゃないですけど、 おまあ、努力した分ぐらいは、えー、受け取っていこうっていう多分考えなんじゃないかなというふうに思います。なのでいつまで多分持つか多分わかんないという、まあ、状況なんだろうというふうに思います。でこの4つ民間譲渡したうちの1つ結構ちょっときゃっと光るなと思ったところがあってそこはですねあの まあかなりそこも補修にお金がかかるよねって言われてたところで、なんで他のところがあんまり手を挙げてくれなかったので、ちょっと譲渡まで時間かかったらしいんですけど、最後手を挙げた会社がですね、年間5000万ぐらいだったかな、のの市からその施設の補修にかかる経費として2年間契約で、だから5000万、5000万で1億ですかね、の金額を、 おまあ、えー、支援を受けるということを条件で譲渡してる、もらってる、もともとホテル経営の会社だったと思うんですけど、ここは結構しっかり考えて、えー、手を挙げたんだろうなというふうに思います。というのも、ここはその建物がもうだめになったら、そこで、えー えー、ストップするという多分計画じゃなくて長期で、えー、実際に本期本腰を入れて、えー、まあ2億か3億か分かんないですけどおしっかり補修をまずやってで、まあ、市のお金を、ね、入れていきながら長期で運用しようと思ってるんだろうなと。 いいう,うに思いますなのでこのこれ、これは本当に資産の有効活用、かつその値段もですね温泉、だたい5、600円だったのを一気に1000円に上げたそうなので、その分、施設の中身をですねかなりこれから力を入れて変えていくんじゃなければねお客さん来ないですから、何かしら特色がないと、そこまで考えて、やっぱりホテル経営だなと。 経営者だなと思うような動きをしてるなというふうに感じはしましたね実際まだ改修も手をつけ始めたかないかぐらいの状況だったかと思うので実際ね今後どうなるかっていうのはね後で検証してみないとわからないですが今わかってる情報の情報 範囲ではそうううななだろといにまあ大木町でこれどう使えるのかうんっていうところになると思うんですけどまあ一つ明らかに、えー、うちの町よりも動きが早いですね、えー、決断が早,か早いのであのー、まあトップがそれなりにリーダーシップを持って っってやってやるとところろななんだろうなと勝手に思いました、ね、コロナで2年ぐらいでしたっけその時に経営ができない中で赤字経営になって、まあ、多分その中で決めたと思うんですよね議会なり、まあ、担当の課長さんなりあの、まあ、議会の中のねどか分からないですけど結構リーダーシップを持って進めた方がいらっしゃったのでこうなったであろうというふうに思います。でまあ、実際その 大木町がどの選択をするのか、民間委託をするのか、規模まあ、今のところなんかあの、委員会っていうのを立ち上げて、あの一般の人とか職員さんたちで何人かで5、6回ぐらい話したところによると、規模縮小して、まあ、町で経営するのがいいんじゃないかという話にまとまったらしいんですが、うんまあですね、少なくともその、 うちの町はすごく時間をかけて話し合ってるのもあり、まあ、いろんな案が出てきたおかげで、逆になんかその、どれにしてするべきなのか、なんか逆に悩むような状況に陥ってないかと、ちょっとね、心配してるところではあるんですね。温泉施設自体も、まあ、うちの大きい町とあんまり規模的には変わんないですかね。 こういう個室があったりはする。まあ、お部屋もこんな感じなんですよね、泊まれるところ。そんなに、本、え、当、ー、寝るだけって感じの場所です。ね、ちなみに、ここは温泉プールは、まあ、その民間いたに譲渡となってからは経営をストップしてる。まあ、もともとその譲渡する前に、なんかポン、あ、うん、の、 お湯を温めるのに地下熱を利用して温める機械でやってたみたいなんですけど、その地下熱を温める機械が壊れてるのが補修に莫大なお金がかかるということだって、まあ、この今譲渡してもらった会社も、その温泉施設を、温泉じゃない、温泉プールを使う、まあ、運営するのか、また、 経営するのかどうかっていうのはちょっと今議論をしてるとこみたいなんですけど多分ねやっちゃうとすごい赤字になると思うんですねだからなかなか決心がつかないんだと思うんですが、ね、まあ大木町もその,、うん、その学校のプール施設がすごくわあの古くなっててどこも補修するところがもう次々次々と出てきててでもその今後どうするかっていうのを決めてないので まあ本当そのひび入ったところにちょっとなんかパテ、えー、縫い込むようなレベルぐらいでしかやれてない状況で、うーん、かといって新しくね、温水プールなんかを作ってもこういう莫大な費用がかかりますからね、運営にですね。まああ、ちょっと難しいのかなと本当思いますよね。えっ、ー、と、まあ学校の校長先生たちと4校ですね、沖松の中にある。 校の先生方、校長先生と共同先生の方たちと、まあ、あの会議をね、えー、視察ということで、えー、昨日ね、行ってきましたけど、その中でもプールのことをいろいろ聞いてみました。学校の先生、校長先生に。そしたらやっぱり、あのーまあ、外部、まあ、民間にやらせるのがやっぱり一番いいんじゃないかというような、 声が多かったですね。というのもやっぱりその指導者がまずいるじゃないですか、水泳を教える。先生が今まではどうにか詳しくやってたけど、まあ、限界があると。で、かつそのプールをやるとき、プールするとき、見回りをね、必ず4、5人ぐらいつけてるそうで。 でそうなると、その、なんか今までボランティアの方とかに来てもらってたんですけども、それも現状かなり無理,やり無理くりやってるところがあり、確保難しいというところでですね、ただ、うんその移動時間がね、その例えば筑後とかに移動すると、30分、30分。 そうですね。1時間ぐらいかかるんじゃないかと、行き帰りで、そうすると、まあ、時間がちょっと無駄だよねという厳しい声もあったりしてですね。うん、だからこれもですね、難しい問題で。<laughs> 前の町長さんとかはね、どもう本当、使えるうちは、まあ、アクアスもそうだし、プールもそうだし、<coughs> 基本、基本使えるまでは使う。 そういう考えなので、えー、話が進まなかったんですけどっていうことになりますもう一軒の方ですね熊本県に行ったんですけどそれまた別の機会に話してみようと思ってますそれではまたバイバイ